昭和って感じやな。これ絶対街の中にあったらこれ買おうとは思わないじゃないですか。古臭すぎて。マジ村のハンバーグ。これレモン美味しそう。なんかレモンとかサイダー。この辺多分結構うまいね。これがあるんだよ。黒糖の何？売り切れ。ちょっとこれ気になるな。買う？一本買ってみようかな。ここにあるよ。とりあえずね、この蜂蜜レモンにする、なんかこの量良くない？かわいい、かわいい。どれがいいの？どっちにする？これは普通のサイダー、こっちがいいの？これちょっと飲んでみたかった。ありがとう。絶対美味しいと思う。これはよく食べた。美味しいの？辛ラーメン。あ、これもやってた。ガム知ってる？知らない。ガム、こうやってここ横押すとあのガムが出てくるの。2000円だって。だっていっぱいの、いっぱい駄菓子屋さんに置いてる。1回多分10円ぐらいでやるやつだから。そういうこと？うん、そうそうそう。電池あ、見たことあるな、沖縄で。すごい、こんな甘しょげてる。超すごいな。すごい、冬でも売ってる。かわいいやろ、懐かしいな。売ってないけど、あ、これなんか買ったことあるわ。これ一人は。あ、昔こういうの飲んでた。粒々入ったやつ。こんなの飲んでるね。山形パインサイダー。あ、冷やし飴飲んだことある？あるかも。これがあれじゃん、ね、あ、そう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 。これとかこれもそうやし、このハンバーガーも記憶ある、食べた。これこれこれもそうそう、食べたい。子供の時食べた。1000円するだけ。昔これ飲んでたわ。ユーシスコーヒー。なあ、あるよ。マックスコーヒーも。ああ、これもなんか食べた記憶がある。懐かしいな、これも。あ、これやってたな。やってた、やってた。甘口、辛口や。あ、これも懐かしい。かき氷、こんなんやった。思い出した。こんなん飲んでたわ、パンタ。わぁ、あったあった。現在製造されてる。そう、あった。あー、懐かしいな、こういうの。うわ、これ食べれない。こんなのがある。あー、フェリーの中で。昔そう、こんなんやで、カップヌードルは。こういうのかな。売り切れ、ちょっと。うわー、これやりたかったな。じゃあちょっとあのハンバーグで取り行く。商品選択ボタンを押してください。ハンバーガー、チーズバーガー、照り焼きバーガー。どれがいい？照り焼きとく？あ、普通のハンバーガーしとく？照り焼き？普通のハンバーガーにしとく。あ、出来上がり時間が1分でできるの。あ、60秒で焼きますって。うん。すごいな。60秒待つのね。こっちはフィッシュ、エビカツ、チキンカツ。あ、できた。ピンポンってなる。これタイミング良くない？できた。
ったかい。この前あったかい。楽しみ。食べよう。はい、であともう一個気になるのがこれです。どっちする？そば。ちょっと天ぷらそば。いい。23秒で、ここにお箸、これがお箸、薬味って書いてあるよ。薬味右やわ、右っぽいな。七味だね。七味左は何？お箸。もう一個お箸、一緒に食べる。あっちってなんか、え、どっから出てくる？これさ、こここれね、食べる場所があるから。これは何？ゴミ入れ、灰皿？ゴミ入れ。わかんない。謎だね。灰皿かもしれない。持ってきたら、まあいいや、これ。薬味入れちゃっていいですか？ああ、入れて。もしかしてゴミ入れかもな。ゴミ箱かな。ゴミ箱あるわ。灰皿かな。向こうにタバコ吸ってた。じゃあ灰皿。いい、これ負けて。開けます。はい、オープン。ちょっとちょっと。あったかい。ザハンバーガーみたいな。懐かしい、じゃあこの匂い。あ、懐かしい匂い。いただきます。いただきます。あ、懐かしい匂い。こんな匂いやった。わかる、わかる、わかる。マックとは違うね。わかる、匂い。わかる。あ、てくうち食べよう。うん、じゃあいただきます。やれていいじゃん。ちょっと待って、食べようって言ったけど。いや、ちょっと言っていい？これって栓抜きついてた？さっきの自販機。別にコーラのところとかに行けばあるから。あ、そっか。はい、いただきます。いただきます。どうぞ作るね。いただきます。ちょっと大儲かりだね。うん、美味しい。これあれやな、神奈川県民が車買ったら絶対彼女と最初に来る場所やな。うん、いいね、ここデザートの味しさ。そう思わない？ちょっと小腹空いた時にさ。いただきます。ちょっとさっきスープから。あー、素晴らしい。あったかいし美味しいよね。うん、私食べてた記憶があるね。懐かしい、いい味するよね。うん、値段も親切だよね。うん、なんかやっぱ1000円以内でいろいろ楽しんで収めたいのに、300円とかぐらいだから。うん、そう、駄菓子もあってちょうどいいよね。ちょうどいい。なんか優しい味よね。なんか結構うまい。もう我慢しきれずにこれも買っちゃいます。お腹空いてるの。夜ご飯だ。このために1時間車走らせそうだ。一回押してみる。売り切れ。売り切れや。これ売り切れや。な、食べたいやつ売り切れや。どうしよう。他の選ぶか諦めるか。どうしよう。しょうがない。ヌードルかカレーかどっちがいい？ヌードルカレーか。じゃあヌードルしてよ。しょうがない。ヌードル。もう入れちゃったから。出てきて半分とか、よく分からんからね。うん、はい、セットセット。 OK。
ボタン大丈夫？あ、そういうこと？え、どういうこと？押しっぱなしだ。量も自分でいい。危ねえ。もうちょい？おぶね、こんなもん、うん、結構入ってるわ、意外と、うん、背のとこまでやか、そんなもんで、蓋して何分って書いてる？3分。ここにフォークとスポンがあるから押す。え、辛やけど。え、辛じゃない？さっきのうどんとこからもらってくる。うどんとこから箸持ってもらおう。刀が良くない？あっ、お湯入れすぎてもちょっと、混ぜられない。結構柔らかいじゃん。じゃあ食べて。お湯入れすぎじゃないんちゃう？ちゃんと線も入ってるから。うわうわ、何回でもやればほらね、これこれがぶつ取りっていうやつやからな。食べて。あ、おいしい。あ、まあ普通のヌードルって感じやね、やっぱ。うん、良くも悪くも。違うけど、この3色のやつ食べて。ちょっと見た？雪見や。これ雪見大福とスーパーグッチ食ってないよ。残念。